スクーターのエンジンオイルポンプオイルポンプとは油を扱うポンプのことである。油圧を使う機械類では動力源としての高い油圧を発生させるためにオイルポンプが使われる。オイルポンプの圧とは機械的にオイルを押し出す圧のことであり、これに時間軸を加え単位時間あたりの押し出す回数により圧の高さを設定できる。内燃機関において エンジン内部の各所にエンジンオイルを圧送するためのポンプであり、通常はカムシャフトかクランクシャフトから動力を受け取って駆動する。内部構造により内接ギアタイプと外接ギアタイプの2種類に対別される。一般的に内接ギアタイプはトロコイド歯型、またはインボリュート歯型を、外接ギアタイプはインボリュートギア歯型を使用する。駆動方式としては、 クランクシャフト同軸タイプとチェーンやギア、ベルトなどで駆動される別置きタイプに分かれる。近年、軽量化、コンパクト化を目的に、クランクシャフト同軸タイプでは、チェーンカバーと一体に、別置きタイプでは、直列4気筒エンジンにおいて、バランスシャフトと一体にする例もある。オイルポンプの塗失量と圧力は共に回転数に比例して上昇するが、潤滑系として必要な油圧は、 エンジン回転数に比例しない。そこで、潤滑系の油圧が過剰にならないように油圧を解放するリリーフバルブが設置される。リリーフ方式は、ポンプ内で吸入側に循環させるうちリリーフ式と、ポンプ外へオイルを排出する外リリーフ式がある。近年では、可変容量式、 オイルポンプも採用され高回転時に突出量を減らすことで駆動ロスを減少させている。オイルポンプの下流にはオイルフィルターが設置してある。油温が低かったり、フィルターが目詰まりを起こしていたりして、油圧が高くなるとオイルフィルターが破損してしまう。そこで、オイルフィルター部にバイパスバルブを設置し、一定圧力以上の油圧がかかった場合にはオイルがフィルターを通らないようバイパスさせている。 オイルポンプにはストレーナーが一体になっているものもある。ストレーナーはオイルポンプ上流側に設置され、ワイヤーメッシュ製のスクリーンが設けられている。オイルパンから吸い上げられたオイルからここで大きめの異物を捉え、オイルポンプを通り、オイルフィルターでろ過されてエンジン各部へと送られる。従来、ストレーナーはメッシュが露出し吸い込み口はその内側に、 あったが、近年は吸い込み口をつけたカバーをストレーナーに設置することで、オイルパン底面に吸い込み口を近づけ、エア吸い込みを防止している。また、近年は軽量化を目的にストレーナーを従来の板金製から樹脂製に置き換える動きも盛んである。なお、冷明機のエンジンの中には、このような自動的に駆動するオイルポンプを備えておらず、ドライバーが手動でオイルタンクから、 エンジン内部にオイルを送る必要があった車種も存在した。代表的な例がサイドバルブエンジンのハーレーダビッドソンと日本でライセンス生産された陸王である。ハーレーは第二次世界大戦の軍用仕様、陸王はモデル末期の RT-2 から自動式のオイルポンプに変更されたが、こうした機構が備わる前はエンジンを壊さないために、 適切なタイミングでオイルを圧送する必要があり、ライダーの熟練度が問われる車両であった。2ストローク機関では、2ストロークオイルと燃料を混合せずに、別々のタンクに給油する分離給油方式のエンジンでオイルポンプが用いられる。この方式のオイルポンプはクランクシャフトから回転を、受け取って駆動する点は4ストロークのそれと変わらないが、スロットルの回路と連動して、 オイルと質量が変化するリンク機構を有している点が特徴である。この方式の場合、クランクケース内部のクランクベアリングなどに集中した給油が行えるほか、スロットルの解度とは独立した制御でオイル供給量の調整が行えるため、混合給油方式で特に発生しやすいエンジンブレーキの際の焼き付きを抑制できる利点がある。ありがとうございます。